よいしょ、レイです。はい、今日はなんと昨日からみんな大好きかはわからないけど、あのいちごのフラペチーノが2種類しかも告知なしで出たということなので、今日はこちらを飲み比べていきたいと思います。はい、なんかね、2種類ゴロッととシュワットの2種類があるみたいで、まずゴロッとの方がいちごの果肉感を楽しむことができますって書いてあって、シュワッとこっちがいちごの魅力を存分に感じられるシュワッとした味わいのフラペチーノですって書いてあって、シュワッとしたやつって今まで多分飲んだことないんじゃないかなって思うので、ちょっとこの2種類をぜひ飲み比べていきたいなと思います。ということで、じゃあまずは買ってきます。行ってきます。はい、ただいまー。ということで買ってきました、いちごのフラペチーノー。イエーイ。めっちゃめちゃ暑い。そういえばさ、いつもさ、いちごの時期ってめちゃ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 並んでて、もう列長いから買うのやめようって思っていつも諦めて飲まないことも多かった気がするんだけど、いや、こんなこと言ったらもしかしたら営業妨害になるかもしれないんだけど、あえて言うと誰も並んでなかったの。めちゃめちゃスムーズに買ってきたので、めちゃ汗がやばい。なので絶対今のうちに行った方がいいと思います。はい、ということで溶けちゃうので早速2種類こちらでございます。じゃん、いちごのフラペチーノー。こっちがホイップが中に入ってる方がゴロッと、こっちがシュワッてするって書いてあったシュワッとのフラペチーノです。では早速飲み比べていきたいと思います。どんな感じだと思う？シュワッと、なんかさ、ゼリーが入ってるんだよね、見るとこんな、ちょっと黒いかな、こんな感じでゼリーが入ってて、こっちはゴロッと、ゴロッとの方はでも溶けてきちゃったから上に上がっちゃったんだけど、このクリームが本当は下に入ってました。こんな感じ。うん、じゃあ早速飲みたいと思います。じゃあ、どっちが気になるかな、どっちが気になる、え、そっち、こっち。今日もお手伝いはマイマザーちょっと2個は1人じゃ飲みきれないから、ちょっともったいないから今日も手伝ってもらいます。シュワッと気になるよね、うん、なんか混ぜて飲んでくださいって言われてたんだけど、ちょっと混ぜちゃうとせっかく可愛いからもったいないから、先にこのまま、うん、いただきます。シュワ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 超美味しい。え、なんかね、味は多分いつものいちごのフラペチーノ、うん、あのジュースっぽいいちごのジュースみたいなスムージーみたいな味なんだけど、バン、なんかね、なんて言うんだろうなんて言うんだろう、いちごのまず果肉がつぶつぶがね、つぶつぶっていうかちょっとダイスみたいなのが多分入ってて、うん、あれみたい。ゼリーがあのさ、学生の時とかにめっちゃ流行ってたゼリーのシュワシュワの炭酸の飲み物、それっぽい。うーん、あ、おいしい。夏っぽいかも、シュワってするから。うん、どうぞ。いただきます。はい、うん、いっぱい入ってるね、果肉ね。シュワシュワ突き刺さる、突き刺さるでも微炭酸じゃない、そんなになんか、そんなにねは強いっていう炭酸じゃなくて、ちょっとシュワシュワってする微炭酸な感じがすると思う。なんかね、メニューにもなんか微炭酸みたいな感じで書いてあった。そう、じゃあ次こっち、ゴロッと、うん、どうだろう、こっちの方が本当に本当に安定的ないちごのフラペチーノって感じがする。うん、いつもの感じが好きならこっちかなっていう感じかな。こっちが飲みやすい。へえ、
なんだろうね、まあゼリーで甘いのかもね、こっちは、うん、シュワットの方が飲みやすいってお母さんは言ってるんだけど、多分ゼリーが甘くって飲みやすいのかな、うんうん、こっちは本当にそのまんま、うん、このいちごのダイス、つぶつぶといちごジュースっていう、うん、いつも飲んでるいちごのフラペチーノが好きな人はこっちがいいんじゃないかな、安定のって感じがするね、こっちがいい、うん、待って、2人ともシュワットが好きみたい。じゃあゴロットの方を、本当はホイップが下にも入ってたので、もうちょっとミルキーなんじゃないかなって思うから混ぜてみます。パシマセ、パシマセ、あ、すごい、なんか、マックのストロベリーシェイクみたい。急にチープそういうこと言ったらマックに怒られちゃう。色かわいい。あー、うん、いちごミルクだ、うん、ね、いちごミルクになったね、あ、飲みやすい。おお、なるほどね。じゃあやっぱりゴロットの方は中にこのホイップが入ってるから、混ぜるといちごミルクみたいな、こういうかわいい色、めっちゃかわいいよね、うん、なんか海外にさ、フラミンゴフラペチーノって出るみたいで、めっちゃそれ飲みたいんだよね。行かないけど、美味しい。誰か飲んだ人絶対教えて、どんな味かも知りたい、教えてください。待ってます。こっちはゼリーの、じゃあどっちも混ぜてみようっと。うん、暑い中買いに行ってよかった。美味しい。今日一番の真夏日だから、うん、うん、おー、やっぱ炭酸ジュース好きな人絶対これ好きなんじゃないかな、うんうん、しかもさ、今めっちゃ暑いの、うん、でめっちゃ汗だくで帰ってきたわけ。でさ、この炭酸の感じがめっちゃ夏っぽくていいかも、さっぱりする、うんうん、もしそうだな、カスタマイズするなら、こっちのゴロットの方はいちごミルクっぽくなる感じで、ちょっとクリーミーだよね、シュワットよりも、うんうん、だからホワイトモカのシロップ入れたら結構あれ、もうちょっとミルキーになって、まあ、甘くはなるだろうけど、甘党好きにはそのカスタマイズもいいんじゃないかなってちょっと思ったから、やったらじゃあちょっとインスタに載せようと思うので、ぜひインスタもチェックしてください。このゴロットの方の中のホイップをなしにして、もうストロベリーだけのフラペチーノと果肉だけにしたら結構甘さは抑えれるかもしれない、ミルキー感とか。結構そしたら酸っぱいよね、うん、ホイップなかったら、うん、だから甘いのはなちょっとなって人はゴロットでホイップ抜きとかが良いかもしれないです。ではごちそうさまでした。2つの飲み比べいかがでしたでしょうか。はい、ということでシュワットとゴロットのいちごのフラペチーノが2種類今スターバックスから昨日からなんと出ております。出ておりますってスターバックスの人みたいなので、今本当に最初にも言ったように、あの本当にレジに一人も並んでなかったの。だから絶対に今のうちに行った方がいいと思う。いちごの時期って本当にいつも長蛇の列な気がしない？うん、ね、絶対そう。そうだからいつもすごい列だから、もう本当に今のうちに行った方がいいと思いますよ。はい、ということでスターバックスのいちごのフラペチーノ、ゴロットとシュワット2種類でした。美味しそうだな、いいなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。バイバーイ。騙されー